朝は食べる。硬いのはよ、これはこのパスタも食べないからさ。大丈夫。どれ？うわ。111枚あれさ、だはるちゃんのカルテは111。ただちゃん100グラム超え。そうなの。あげちゃん。あ、おしっこ。おしっこ、おしっこ、おしっこ。あ、じゃあちょっとさ、あの、捕まえて。じゃあ、これ捕まわない。あんまり噛むないけど。あ、でも、久しぶりすぎて。ここや。あ、ごめん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 。しっかりね。で、ごめんごめんね。ごめんね、ごめんね。なんか変な。あの、変な持ち方しちゃった。ごめん、サラちゃん、サラちゃん、ごめん、サラちゃん、なんか、なんかムチムチ、ムチムチ、ムチムチ。サラちゃん、最近目やみがよう出る。嘘。うん。つかみ応えがあるよ。なんかついてるけど、これはゴミ？いや、わからん。もしかしたら目やみかもしれん。サラちゃん、ムチムチ。人だよ。あ、ダメだよ、パンダ。爪が伸びとるよ、今切ってないんだ、まだ。そのままちょっと、ごめんね。これでいい、大丈夫。それでいい。一回り大きくなったね、さらちゃん。なんか掴み心地が全然違う。ですよ。前だって89か90か。最近よく食うよ。いっぱい食べたね。まあでも基本は桃がほど食べてんだよね、ふやかしの。うん、そうそうそう。だけど最後だけどね。好きなもん先に食って。寄生虫予防の薬つけます。OK。さらちゃん。大きくなったね。これさ、あ、あとお水だけ入れるだけです。これも一緒に。あ、はい、お預かりいたします。ちょっと待ってね、サラちゃん。お水だけまだ入れたもんね。はい。まあ、お水は後で入れてください。入れちゃうか。ふやかし。はい、何を。ごめんね。このこれも入れ、この中でね。それは夜に、今は入れない。じゃあ、わかんないからさ、様子。ちょっとお水取ってきて。ちょっとある、ごめんね、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと待っててよ。多分ね、この小屋に入る。本当？この小屋だと透明だから様子が見やすいからさ。ということね。とてもいいんだわ。ベビー、ベビーごめんね。オッケー、じゃあ、はい、お水だけ入れて、でお部屋に入れたらお部屋の様子とって。はい、わかりました。ふやかしとドライが入ってるんだね。ふやかしかドライで、リンゴ今ないんで。あ、そう、あとこれ。これがおやつで。はい、どれくらいあげればいいの？うん。やつ判断で、院長の判断で、ね、あの素焼きだからいけるでしょ。あとこれを朝半分、半分、半分。これはね、朝半分食べたのよ。フルーツ食べたのよ。まだ食ってる。フルーツ代わり。フルーツ代わりですね、食ってる。これで、あの、桃がよの。そう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 。で、これ。OK、よかった。じゃあまあ。いや、今は入れなくていいです。今はいいです。はい、夜だけで。夜だけで。はい、じゃあ夜は、これはじゃあ1個だけ入れて。あ、今。で、あと、まあ、とりあえずさ、さくらさん、お部屋に入れて。あ、そっか、今入れちゃうか。わかりました。野菜と果物は何ですか？あと、野菜が、大きくね、はい、半分にちょっと折っちゃった方がいいね。果物、わかりますか？1しかいかないから今、まあ、そんでいいですよ。はい、リンゴはじゃあ、あの、これ取るだけ入れてあげて。はい、あ、ついでに水とこれ入れてもらっていいですか？あ、全然いいですよ。サダルちゃんが安心できる手だから。そう、お願いします。ウェビちゃん、多分ね、このクッションがないと嫌。リンゴ以外投げて嫌がる。人参ぽい。それ野菜食べないじゃん。でもリンゴ食べるじゃん。あ、リンゴ、リンゴ。リンゴは食べる。だって、だからリンゴ。はい、じゃあこれ止めるで一回。